タレントの菊池亜美、お笑いコンビ、紅生姜、稲田美希、熊本プロレスが13日、都内で行われた、スカルプ D まつげ美容液リニューアル発表会に登壇した。同商品の1日アンバサダーとなった3人が、正しいまつげケアについてトーク。紅生姜が目元をすっぴんにしたアップ写真も公開された。医師が目元の状態をチェックすべく、あまりにもドアップな2人の写真がスクリーンに映し出されると、稲田はこんなマジのすっぴんやめてください。最悪と責任。かわいい。すっぴんで肌ツヤもいいですよね。と感心する。医師からデリケートなまぶたを持ってると指摘されたのは、まつげケアデビューを果たした熊本ではなく、普段からケアをしている稲田。構造がスリム、まぶたの厚みや脂肪がないといい、まぶたの厚みがある方が物理的、薬剤的に強いとレクチャーされた。